ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチの妖怪アーク、こういう音声が入った妖怪アークをいっぱい探し出したので一気に紹介していきたいと思います。今回は妖怪アーク系スペシャル、妖怪アーク系1、2、3、4、5、6、こちらのアークの中からおしゃべりするアーク抜き出してみました。はい、コンプリートしているわけではないので、数本抜けているもの、おしゃべりするであろうものも抜けているんですが、だいたいここに50本近くありますね。この他にも喋るであろうアークは多分、妖怪アーク K6 の、日本狼ニャンですね。あと、ラストブシニャン、シークレットで入っているラストブシニャンも今ないですね。あとは、山吹鬼もいないかな。山吹鬼は4か5あたりにあったやつだったと思います。はい、それ以外は多分おしゃべりアークは揃ってるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。はい、ざっくりまとめてあります。こちらの3本が妖怪アーク系スペシャルでおしゃべりするアークですね。はい、順番に聞いていきましょうか。ではまずはこちらの3本、妖怪アーク系スペシャルからの3本を聞いていきましょう。はい、ではまずはこちら、覚醒閻魔。ワンちゃん。はい、かっこいいですね。続いて闇閻魔。闇縛り、いいですね。ブラックダイヤニャン&ルビーシュラコマ。ということで、ブラックダイヤニャンのセリフと、ルビーシュラコマのセリフが入っていました。はい、妖怪アーク K1 からはこちらのアークがおしゃべりアークになっていました。表のみ、裏側のみみたいな感じなんですが、たくさんの音声聞いていきましょう。まずは、チバニャン。呼んだかに
はい、ではこちらのピンクのアークのジバニャンも聞いていきましょう。必殺技可愛いですね。はい、ではこちらの後ろがさくらにゃんになってるジバニャン。いいですね。キュービこちら側のオロチ聞いていきます。ということで、オロチ周遊の方に音声が入っていました。はい、こちらの三国志シリーズは、音声入っているものと入っていないものとあるので、見つけると結構嬉しいですね。続いて、ロボニャン F 型。
ということで、ケータ F 型の方に音声が入っていました。不動明王ボーイ。不動明王会の方に音声が入っていました。はい、妖怪アーク K2 は、ウィスパー、トムニャン、コマジロウ、ジバニャン劉備、吹雪姫、メラメライオン、極武士ニャン、そして極土の子がおしゃべりアークになっています。はい、では聞いていきましょう。メラメライオン。これも片面音声ですね。続いてコマジロウ。かわいい。何気にタピオカ飲んでる？
バニャン劉備。土の子。運を吸い取っちゃうぞかな。ごくぷしにゃん。ご苦労会、しっかり音声入っていました。はい、続いては妖怪役 K3 見ていきましょう。 K3 のおしゃべり役はこちら、コマさん、プシニャン、グレルリン&ジバニャン、そして大釜と土蜘蛛がノーマルバージョンとレアバージョンというかシークレットバージョンというか、それぞれ音声が違って入っていますので全部聞いていきたいと思います。はい、ではまずはコマさん。ということで、こちらのアークは裏側に音声が入っていました。ワンチャンサイドの方に入っていました。グレルリン&ジバニャン。はい、こちらも裏ですね。
聞き逃さないでいるでしょうか。裏側でおしゃべりするんですね。大釜。巻き舌。はい、じゃあ聞き比べていきましょう。大釜。こちらも、表側に音声が入っているタイプになります。こちらでもこういう音声乗ってびっくりしました。では土蜘蛛も聞いていきましょう。はい、ではこちら。はい、かっこいい感じ。ということで、こちらのアークは裏側に音声が入っていました。はい、続いて妖怪アーク警報を見ていきましょう。こちらはたくさんおしゃべりしたのがあったっぽいですね。はい、ワルニャン、光オロチ、そしてツンドラ姫、ビーチ姫、宝石ニャンズはどっちが喋ったのかな。クリスタルブシニャンが裏側で、土の子、ロボニャン、ニャンマジョ、ニャンキシ、そして闇キュービですね。はい、では聞いていきましょう。闇キュービ。
ロチ。今回のシリーズはニャン系が多いのかな。ロボニャンの気になります。こちらも表側ですね。さっきのあのグレルニン と、ジバニャンがくっついたワルニャンとは別の音声が入っていました。ニャンキシ、宝石ニャンズ。
ということで、こちらはクリスタルブシアンの音声が入っていました。土の子。はい、このアークもよくよく見るとところどころ四つ葉のクローバーが隠れてるんですよね。すごい、絵も細かくて素敵なアークだなと思っています。ツンドラ姫。はい、ということで、これも裏側かな？氷河期姫。はい、こちら、吹雪姫。可愛いです、ピーチ姫。はい、続いては妖怪アーク K5 のおしゃべりアーク聞いていきましょう。桃太郎にはノーマルバージョンと、このピンクバージョン、影オロチ、百鬼姫、ブラックダイヤニャン、タロニャントリオ、こちらのアークがおしゃべりアークでした。では百鬼姫から聞いていきます。はい、ということで、こちら裏も表も音声ありました。影オロチ。寂しがり屋みたいな。闇の仕事か。いいだろう、話を聞こう。
い、こちらもどちらにも音声がありました。猫がフシャーってしてて可愛いですね。面白い。桃太郎にゃん、いきます。どちらにも音声が入っていました。ケータおじいさんとウィスパーおばあさんみたいなのが後ろここに映っていて面白いですね。では桃太郎にゃんピンクのアーク聞いていきます。シークレット系のアークの中で一番好きなアークになります。可愛いですね、タロニャントリオ。ブラックダイヤニャン、シュラコマです。はい、裏も表もどっちもかっこいい音声が入ったアークになっています。では妖怪アーク K6 の音声を聞いていきましょう。ラストブシニャンのアークと日本狼ニャンのアークがないので、おしゃべりアークは2本だけになります。はい、シーラニャンスいきましょう。
この絶滅レッドカラーの妖怪アーク、他にニャッシーとニホンオオカミニャンとニャンバルクイナがいるんですけど、ニャンバルクイナはおしゃべりないんですよね。ニャッシーもちょっと手に入れてないので、また手に入れたらチェックしていきます。はい、ブシニャン聞いていきます。はい、ということでブシニャンのアークでした。はい、ではおまけにいくつか聞いていきましょう。デラックス妖怪アークたちと、あとアークフォルダーについてきたコマさんもおしゃべりするので聞きたいと思います。ということで、コマさんも可愛いおしゃべりをしてくれました。ではデラックス妖怪アークシリーズ聞いていきましょう。ゴクオロチ、続いてリンネ。邪神カチカチ。
にゃん。ルビーシュラコマ。というわけで今回は妖怪アーク K、 そしてデラックス妖怪アークのキャラクター音声が入っているアークだけをピックアップして紹介してみました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。